遠藤航、海外勢のスタメン予想でも完全に信頼を勝ち取ってしまう。マンチェスターユナイテッド戦では誰を先発させますか？マックアリスター、遠藤アンド？遠藤、当たり前のようにリバプールのスタメンとなる。マック、遠藤ここまで確定なのマジで嬉しいよな。遠藤もう替えの効かない選手に認定されてるのすごい。マッカと並んで遠藤固定で何にも疑問抱かないのほんと勝手に誇らしい。遠藤の評価凄まじいな。マクアリスターが6番として出れば2人とも出れるじゃないかって言ってる人をそう叩きしてるのおもろい。遠藤の移籍当初を考えたら涙止まんないんだが。遠藤は前提になってるのガチでかっこいい。上位争いのチームに置き換えるとデブライネとロドリと誰？ウーデボーとライスと誰？になるってすごい。遠藤、マッカー、カーティスの中盤で右ウィングソフォーを見てみたい。